うれ、この前の夜みたいにペコペコしろ。いっそり怖くて参りましたってペコペコしろ。おい、てめえら本気で死にてるのか。んでこれ。ガソリンだ。ガソリン、わかんねえのか。それをぶっ放しても俺に当たる保証はねえが、おめえは火薬の火で必ず火だるまになる。卑怯な真似しやがってこの野郎。素手なやつ相手にチャカ構えるやつに言われたかねえな。さあどうすんだよ。俺をぶっ殺すために火だるまになってみっか。そんな度胸あんのか。してねえからやめとくわ。今までいただいた茶か全部まとめて交番に届けとくね。ほら僕真面目だから。てめえ二度と軟膏に手出すなよ。無残なもんだ、金龍会の若頭とあろうお方が。許せねえ。無理無理、役者が違いますよ。おかげさまで秋久の頭を奪還しましてね、お力添えありがとうございました。三橋と伊藤はやっぱり俺の手で退治させていただきます。はい。お前何してんだよ。楽しかったぜ。俺が黒髪にしてった時のおめえらの顔忘れらんねえ。伊藤さん。ん？どうしたの、あけみちゃん。京子さんが、秋下の奴らに。